はい、どうもこんばんは、マーキーです。ということで、マーキーの K-POP 勉強部屋へようこそ。今時もワンはい、ということで、本日はアイズワンの話なんですけど、はい、今回ですね、アイズワン、私の、いや、お手のチェウォンちゃんがインスタを開設しました。いや、もうこれはこれは喜ばしいことでございます。これ喜ばしいこと、もう推し一人のですから。確かに。でアイズワンも解散しちゃって、うん、でまあ、その前はね、もうアイズワンのアカウントがあったから、うんうん、もうそれでみんなこうパン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 みたいな、今のトワイスちゃんみたいな感じでやってるわけですよ、はいはいはい、なんですけど、もう解散しちゃったわけであって、もうそれぞれが一人ずつこうインスタをね、どん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 徐々に徐々に解説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 更新更新更新みたいな感じをしてってるわけですよ。はいはい。の中で今回やっと、俺ずっと待ってたよ。あ、待ってたんや。ずっと待ってたよ。だってもうね、うんびさんとかさ、うんうん、最初カンちゃんかな、はいはい、カンヘヨンちゃんがもう最初ボーンって出てきてみたいな感じだったわけですよ、うんうん、まあ、そんな中でなかなかお出の推しは出てこないと、どうなってんだということで、はい、ずっと待ってたんですけど、やっと来たと。速攻フォローしたね。もうファンの人から俺教えてもらった、うんうん、DM でマキリ大変だ、お寺のお寺のチェウォンちゃんがインスタ開設したよ。そりゃもうありがとう。ほら、すぐした、秒でした、秒でいいねをした。ちなみに俺も、うん、マキエさんのストーリー見て、うん、秒でフォローした。そう、俺のおかげで知った人もいっぱいいるはずだ。そういうことでございます。もうついに来たということで、もう皆さんもね、ぜひフォローしてください。で、まあ、なんかあの、実はまだインスタをフォローじゃないわ、解説してる子、してない子、解説はしてあるんだけど、もともと個人してない子っていうのがあるわけですよ。はいはい。なんでそこをもう総まとめでしていきましょうというような話でございます。なるほど。まあ、やっぱね、私はもうチェウォンちゃん推しなんで、チェウォンちゃんをひたすら待ってたわけですよ、うんうん、けどまだ、あ、私の推しが来てないっていう人もいれば、私の推しインスタはあるのに、あの、更新されてないみたいなことがあったりとか、はいはいはい、え、インスタあったんですかとかっていう人もいるかもしれないんで、そういうのを全部まとめていきたいと思います。もうアイズワンのインスタ、もう今回はインスタだけです、はいはい、ツイッターとかもね、まあ、それぞれあったりとかするんですけど、うん、あえてもう今回はインスタだけで、インスタの方がこう、なんか近く感じない私だけですか、それは。ということでね、今回インスタでございます。まあなんかね、今回ちょっと読んでいくのが、モデルプレスさんのなんか、元アイズワンキムチェウォン個人インスタグラム解説、ファンから待ってたの声っていうところをね、見て、その中にね、ちょっと書いてあるんだよね、誰が出ててみたいなことが、うん、なんでそれを読んでいきたいと思います。まあチェウォンちゃんが今回解説しましたよと、本当に昨日の話よ。そうか、昨日か。本当に昨日の話でございますよ。昨日の話で、でまあこれまでに同じく元メンバーであるカンヘウォンちゃん、さっき言いましたね、うん、あとイェナちゃん、ゾンビーですよ、イェナちゃん、はい、あとチェヨンちゃん、ああ、うん、もうダンスもうバチバチ、はいはい、もうチェヨンちゃんも私推しなんでちゃんとフォローしてますけど、あれしてたっけ、わかんないよ、俺は知らんよ、してないかも、ちょっと後でするわチェヨンちゃん、うん、であとウンビさん、はい、ウンビさん、そしてウォニョンちゃんが、そうインスタを解説していると、解説しましたというような形ですね。で、HKT48 の、宮城さくら、矢吹奈子、AKB48 の本田仁美、ここ3人はね、もう元々ありましたと。うん。で、そんでもって、アン・ユジンも以前から、持っていたアカウントで投稿を再開させましたと。ああ、したい。そう。もう再開しましたよ。うん、うん。もう動き出しましたよ。もう、なんか、日本人メンバー3人ともさ、すごいなんかあれしてるよね、今質問コーナーとかよくしてるイメージ。あ、確かに。インスタとかで、うんうん、毎回書いてんだけどまだ返ってきてないちゃんと書いてない。こまめにこまめに日本で最初何食べましたかとかこまめに俺やってんだけどね、うん、なかなか読んでくれませんね。いや、なんかアカウント数はまあまあね、少ないわけじゃないじゃないですか、うん、おそらくね、インスタの仕様だとこうフォロワー数多い人上に来ると思うんですけど、比較的、まあ、目には入ってると思うんですけどね、なかなか返してくれないっていうありますけど、日本人もね、マキ知らないかもね、マキビは知らないワンチャン、その可能性はそうだよね。ごめんなさい、ちょっと図に乗っちゃいましたすいませんはい、ということで、あ、ユージンちゃんももうやってると、あの、再開させてる、これは。で、
ちょっと待ってね。アカウントはあるんだけど、やってない子とかいるのよ。うん、そこら辺をね。あるけど、更新してないってこと？そう！で、今、上から言っていくよ。ウォニョンちゃんは、解説しました。はい。ユジンちゃんは解説してて、更新してますと。うん。で、ヒーちゃんは、解説持ってて、で、更新してます。ナコちゃんも持ってて、更新してます。で、ここですよ。ミンジュちゃん。お、はいはいはい。ミンジュちゃんは持ってます。あ、持ってるんや。アカウントあります。けど、更新されておりません。まあまあ、いずれ、そうそうそう。かな？いずれかなっていう。なんか最近なんかモデルさんみたいな写真とかボンボン上がってたりしてましたけど、なんかそこら辺とかもね、こう、あげるなら今じゃないですか、ミンジュさん。あげるなら今じゃないかなって思ってるんですけど、まあなんかそこら辺はなんかいろいろあるんでしょうね。ミンジュちゃんも一応あります。k.minju_official っていうのが、ありますので、そちらの方ぜひ皆さん、フォローして待っといてください。私もフォローします、後で。知りませんでした。で、チェヨンちゃんは解説しました。で、イエナちゃんも解説しました。はい。で、解説しましたら全部更新してるってことね。うん、カンヘボンちゃんも、アカウント作りました。で、サクラちゃんは持ってて、で、再開しましたと。はいはい。で、ウンビさんは、作りましたと。うん。ってなったら、あと出てないのは、チョユリ。うん。もうあと、チョユリだけなんですよ。お歌を早く乗っけなさい。あ、まだ作ってもないし。作ってもないし。なんや、もともとあるわけでもないんや。そうそうそう。人数合ってる。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、合ってるね。本当に、ゆりちゃんだけ。もうみんな待ってるよ。ちょっと、こそっと作ってとかしないかな。それかさ、ちょゆり。どっかのグループ入るとかない？あー。から作ってないみたいな。そういうこと？ちょゆりインスタって調べたら、こう、ツイッターで調べてるんですけど、みんなが忘れた頃にちょゆりインスタ解説しそうとか出てる。わー。俺らのちょゆり、だけですわと。わ、いつ出るんだろう。でもそれ言い出したら他のメンバーもそうじゃない？どっかと交流しそうみたいな。まあまあ、だからずっと噂ではさ、噂ですよ、わかんないですけど、イエナちゃん。はい。は、エヴァグロの方に合流するんじゃないかとか、噂出てたりするから、するでしょ。この流れ。作るでしょ。いや、みんな言ってんじゃない？早く作れよって。メンバー同士で。ほんとメンバー同士でこう。早く作れよって。あとチョユリだけだよって。あんただけだよ。歌乗っけなって。リール使いこなしなって。リールの使いこなし方、わかります？って。みんな言ってるはずですよ。だってみんななんかインスタで何々の使い方わかんないから誰々に聞いたとかなんかしょっちゅうやってんのよ。ストーリーのやり方わかんないとか、なんかフォローがどうこうここでとかなんかずっとやってたりしますからね。なんか日本人メンバー3人はなんか3人でインスタライブかなんかしたいみたいな言ってたね。そうなの？そうそうそう。インスタライブ熱いよ。確かに。この間 TWICE ちゃんがインスタライブした時なんて俺必死だったよ。確かに。いいね押しまくった。トワイスちゃんに届けーって。ひらいーって。ひらいーって。もうめっちゃコメントも頑張った。無理ーっつって。だってさ、どうやってもさ、俺がどんなコメントしてもさ、V ライブとかみたいに、絶対偽アカウントが出てこないじゃん。ああ、確かに。そう。基本的にいないから。うん。もう俺ってわかるじゃん。で、みんなもすぐわかるじゃん。飛んで、あ、これ本物だとか偽物だとか全部わかるから、インスタライブはね、偽物が現れづらい。そう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 。だからインスタ早くさ、俺認証マーク、はいはい、チェックマーク早く欲しいんだよね。だからチェックマーク出たらさ、あれインスタで TWICE ちゃんがするとします、うん、チェックマークも全部出てくるから。あ、そうなの？そう、チェックマークも出てくるじゃん。勝ちやん。俺どうしてなるもんな。でも俺チェックマークの人誰？マークリーやんってなるやん。どうする？でもチェックマークってこう無視されたら。いや、多分無視されんだよ。多分モモリンとかはこうファンを平等にこう扱いますから。まあ、まあ、マーキリーだなんて絶対言わ。確かに言われても困るけど。確かに言われても、あ、逆にも申し訳ねえ、帰ろっインスタ帰ろってなるから、ちょっとそれはそれで恥ずかしいし、もうどっちに振っても嫌なんですけど、コメント読まれんでも、あ、そうだよね、うんってなるし、読まれてマーキリーだって言われたとしても、あ、やめてってなるしっていう、このオタクの、わかりますよこの気持ち。わかる？なんかこう、なんか公衆の面前でやってほしくないっていう、こう、わかる？伝わるかな？この気持ち。ちょっと、わかる人いません？だってみんながこうさ、見てるプラットフォームで、マキリーとか言われたりとかさ。いや、知ってるけど。いや、でもさ、嫌じゃん。
なんか恥ずかしいじゃん、やだーってなっちゃうじゃん、やだ、いやー恥ずいから、もうちょっと恥ずいっつって、ちょっとぶってさ、あ、じゃあ帰るねとかそこ去って出そうじゃん、カッコつけて、そう、カッコつけて出ちゃいそうな自分がいるから、ちょっとダサいからちょっともう、もうどっちに振ってもやだよね、確かに、いっか、あの、うん、チェックマークなくてもいっか、チェックマークない方が幸せかもしれない、オタク、確かに、隠れてね、うん、ってなったら、あの、メインのアカウント出て裏垢で入ってコメントするけどねそこまでするだって見たいじゃん、見たいじゃん、まあね、いいね押したいじゃん、必死こいて押せるから、確かに、ぜひもうね、あの3人日本人メンバー3人で、ね、インスタライブしたいみたいな、コラボライブしたいみたいに言ってたんで、あのぜひともしてほしいところでございますが、あもう本当にね、早く出てほしいですね、チューリン、うん、あもうあとはもうみんな出てるからね、本当に、あとはもうチューリー待ちですよ、皆さん、チューリーはチューリーって言いたくなるよね、うん、フルネームでチューリー、カンヘウォンもカンヘウォンって言いたくなるよね、うん、いや、分からん、ヘオンって言いづらくない、いやでも確かにカンヘオンはカンヘオンはカンヘオンなんよ、だからチョイリはチョイリね、確かにハンジュソンはハンジュソンなんよ、ね、それ生きてたらしてくんないいや、言いたくなるやつは言いたくなるじゃん、まあそうやけど、ウヌとか言わんやん、ちゃうヌやん、確かにそういうことよ、けどトワイスってそれないよね、確かにない、誰もいないよね、だから短いのがいないからじゃない、このあ、でもワンチャンチョツイぐらいか、チョツイゆうたとしてちょっとしか出てこんからやめてやめて、俺が昔なんかあったあれミューバンかな、ミューバンの時にすんごい発音でちょっとって言ってる人いたから、うん、多分中国の方だったな、あのファンの人は、そうそういましたけどね、そういうのだから珍しいよね、確かにハンジソン、うん、言いたくなるよね、うん、イムナーヨン、だからふんふんふんがいないんじゃない、うん、パク辞表、パク辞表、辞表は辞表だな、何だこれですいや、なんだろうね、なんなんだろう、そのなんか法則ないんかな確かにこうなったらこう言いたくなるみたいな、いや、なかなか難しいですね、いや、逆にみんなはカンヘオンはヘオンちゃんって言っちゃうなみたいな、皆さん思いますか、あれちゃん、カンちゃんって言うんじゃない、みんなカンちゃん、カンちゃんだって、アユシさんよく言ってないの、カンちゃん、カンちゃん、あー、アユシか、アユシ来てんのかな毎回アユッシュの話になると、あ、生きてるのかなってなるけど、3週間ぐらい動画上げてないよね、あゆたび、あゆたび、でもツイートは見るで、そう、だからツイッター芸人やから今、あ、でも今月上げてるわ、5月1日に、まあ上げてないよはい、ということで、まあ皆さんフォローしてくださいねっていう話でした、もう私はフォローしてるんで、もういつの日か、あの俺が、やめたよね、みんな、俺がなんか誰かのインスタの投稿にコメントしてたとしても、いちいちなんかいいね押したりとかしないで、ね、恥ずかしいからちょーなーとか言って俺言ってる可能性あるからちょーなーって俺、でもいつかインスタライブするかもしれんしね、確かに、じゃあインスタライブの時に俺がちょーなーとか言っててもスクショしないで、ね、恥ずかしい、スクショして絶対みんなツイートとかする、そう、みんなツイートし始めてさ、前回のモモリンの時も恥ずかしかったからちょっとやめてくださいね、ということで皆さん、私も一オタク皆さんと一緒ですので同じ気持ちでございます、恥ずかしい時は恥ずかしいでございますので、ぜひは皆さんそういうのはやめていただいて、とんでもって皆さんフォローしていただいて、そしてちよりちゃんは早くインスタ開設してもろて、でミニちゃんたちも早く投稿してもろて、よろしくお願いします、ということで皆さん